シャンベラン型ロカキの構成要素、シャンベラン型ロカキとは、シャルル・シャンベランによって1884年に発明された磁気性の浄水器である。パスツール・シャンベランロカキとしても知られる。シャンベラン型ロカキの模式図フィルター部分は、流入パイプが収まる制御された磁気リングを含む、素焼きの磁気性のチューブで構成される。磁気の中心部には、 穴の開いた金属のパイプがあり、流出した水が集められる。流入には圧力がかけられ、露過は圧力下で行われる。L1 から L13 までの13タイプがあり、L1 が最も荒い光景を持ち、L13 が最も細かい。シャンベラン型露過器はセラミックスや磁気性の他の露過器と同様に有用である。主に大容量の浄水器として用いられ、 最近除去フィルターに適している。圧力をかけて水を供給することで、ろ過器はより早く機能する。他の同種のフィルターと同様に、ウイルスやマイコプラズマのような極めて小さな粒子を除去することはできない。細菌の毒素を得るために液体培地から生物を除去する時などに用いられる。シャンベラン型ろ過器は、ルイパスツールのパリでの助手の一人であったシャルル、 シャンベランによって開発された。当初の目的はパスツールの実験のために細菌を含まないろ過水を生産することであった。ろ過器は当時知られていた最も小さな生物であった細菌を除去する能力で知られるようになった。シャンベランとパスツールはアメリカとヨーロッパでろ過器の特許を取得し、アメリカの会社がオハイオ州でその名称の権利を得た。 彼らは家庭、ホテル、レストランに向けてロカキを販売し、1893年のシカゴ万国博覧会でも販売を行った。シャンベラン型ロカキを用いることで、ジフテリアや破傷風の毒素がロカ後も病気を引き起こす能力があることが発見された。これらの毒素の童貞は病気を治療する高毒素の開発に寄与した。また、 最も小さい光景のシャンベランがタロカキを通過し、生きた細胞の内部で増殖する、当初はろ過性ウイルスとして知られていたものが発見された。最近よりも小さな生命体が存在することの発見は、ウイルス学の分野の確立にとって重要であった。ありがとうございます。